銀座です、ジュニアさんが来られました。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。この回見てる人何のことわからない。普通におるかな。さっきのね、ロケの時はちょっとおられませんでしたが、はい、もう傑作やったな。ロケが、ロケが、ロケが。見てへんね。さあ、この銀座に用事があるのは小籔さんです。はい。銀座に用事あったことないわ。なかなか来ないですね。銀座に用事あるってもうそれはもう人として。いい話があった。いや、一個上ですよ。ステージ上ですよね。で、この銀座で、今回買いたいものがあると以前、車中トークで言ってありました。何でしょう。ライカの Q2 というカメラです。カメラで買いたいわけじゃないの。買おうかなてか買おうかなも言ってない。欲しいなー言ってない。じゃあ欲しい。欲しいけど、欲しいなと思うけど買うかどうかはまだわからない。なぜなら値段もすごい高い。そうや。それで言うたらモネの作品も欲しいなぁとは思ってるわ。いやいや、あんま思わないでしょ。バンクシーも欲しいなぁとは思ってるわ。欲しい欲しいなぁ、はい、思いませんけど。ここは取れたら全然行きますよ。すぐ仕込みますから。ええわ。そこでですよ、もうかなりの手順を追いまして、ライカの銀座店さん、撮影許可いただきました。ありがとうございます。すごい、はい、一流どころは続々と、だって31も行って。ありがとうございます。そうですよ。こんな許可もらえたね。いやすごいですよ。ここのライカのお店なんて、はい、まあ言えば普通のカメラのお店じゃないですから、はい、ここのライカは、はい、カメラファンならちょっと言いたいところです。で、まあ、買うかどうか、とりあえず物を見てもらおうということで来ました。高いぞ。高いぞ。ありがとうございます。ライカとのぞ。こちら。お邪魔します。なんかもう、うわ、高級感がもうすごいやん。時計屋さんと高級時計とか、ジュエリーとかや。あれ買ったの？チャリンコ。チャリンコ買いました。チャリンコの鍵にこれつけたの。いや、ちょ、なんで？いいよ、ほんまに。ライカかっこいいなぁ。いくら？キーリング27,000しょる。あの、何でも高いみたいに今にとって、ライカのカメラは他のカメラと違って工場に発注したりせえへんの。職人さんが一個一個丁寧に手作りみたいにしてるから手間賃で高い。そういうことですよね。大体のカメラメーカーっていうのは部品はあそこ、海外の安いところの工場でこう。ライカは職人さんが全部何だ、真鍮を作り出すところからもみたいな感じなんでしょうね。お店の人から聞きたかった。どれなの、その言うてるやつ。これですわ。それもらおう。これください。早い早い早い。ライカでそうやって買うもんちゃうちゃうねん。自転車たっぷりやったからこっち巻きでいきます。いや、巻くんは巻くんは巻こう。そやけどそこはもう巻きすぎ。え、見てください、その前に。うわー、これ、これ全部わかるわけ。はい、まあ、全部ではないですけど、一番このライカさんで言うところの、うん、トヨタで言ったクラウン、はあ、なんか分からへんけど、グランは M シリーズでございます、これ。M3 というね。これよりこっちの方が高いんだよ。いや、これが言えば、もうライカの血筋、はあ、M ってついてるじゃないですか、はい、うん、M3 というカメラが、レンジファインダーができたから、うん、うわ、こんなレンジファインダーありまんの、すごいわ言うたから、日本のカメラメーカーはこぞって一眼レフに行ったというふうに聞いておりますが、いかがでしょう。はい、ありがとうございます。はいしか聞いてないよ。そうなんですよ。まだオリンピックとともに一眼レフというのは成長してきます、はい、オリンピックがあるから言うて、一眼レフみんながぐわーっと作っていって、うん、日本のメーカーがうわ、M3 みたいな作られた、いや、レンズなんだ、いやもう無理だ、ほんな一眼レフってなって、今一眼レフはもう日本で、うわ、世界でのシェアめちゃめちゃありますが、きっかけ、ライカ怖いからそっち行こうかで来たというふうに私は聞いております。いかがでしょう。はい、いやーなんでライカってどこの。ドイツでございます。ドイツ、エルンスト・ライツさんでしたかね。そうですね、そういう方の、一番高いのはこれなんですか。まあ、選ぶレンズにもよります。あ、こっからそうです、ね、ははは。これってレンズ入ってない値段ですよね。そうなんです、ボディのみの値段です。いや、これは M10 ですけども、こちらモノクロームと言いまして、白黒しか撮られません。
これがまたライカのおもろいところ。Q2 もモノクロもあるし、モノクロもちょっと高い。モノクロも高いんですか。そうなんです。専用設計のセンサーですので、もう純粋にその光と影だけを捉えている。なるほど。はい。これ試し撮りというか、もちろんできる。できるんですか。でも試写はいいです。え、なんで。いや、もうあの仕上がりもしてますんで。いや、違う実際自分でシャッター押して撮っといた。あっちの人にさ、勘僕やからあ、そんな見せたくないってこと。そう。あ、まあまあ、そら買う人にのあれ直接手に入れたら、そのだけが見れるんだっていう。せっかくでもチャンネルで来てるから。ここでじゃあ何撮ってわかんねんって話なんですよ、僕が言いたいのは。いや、岩を取って、うん、うわ、映り綺麗やな、うん、そんなもう素人がごちゃごちゃ言うたってわからないんですよ。ほう、うえまた持って、言うだけやから。いや、やりませんって。僕はもうそのライカの、その厳かさ、素晴らしさ、歴史をお伝えして買うか買えへんか、うん、先ほどもね、ちょっとなんか日本のライバル的な感じで言いました。M シリーズができたことによって日本こっち行った、はい、じゃあ日本とは疎遠なのかと思いきや、結構僕が生まれる前にミノルタさんと結構フュージョンしてみたり、今はちょっと電子部分でちょっとパナソニックさんとお話したいと思って、結構日本ともゆかりのある歴史あるライカさん、よろしいでしょうか。おっしゃる通り。いや、またねほんま詳しいな。で、どっちを狙ってるわけ。白黒かノーモノクロカラーです。カラー、はい、カラー、ね、これデジタルなの。はい、携帯にすぐ飛びます。ピッて撮ったら、うん、携帯にピャッて、それをインスタにポンなんてこともできます。あ、いいよ、はい、じゃあインスタに、まあ、載せれるじゃないですか。それはそのインスタを見る人のスマホによって結局、いやいや、それはそれは言うたら画面バリバリ割れてるとか、そんなのとまた話で鼻くそついてるとか。いや、まあもちろんそれあれこいつ、はい、え、岩あれみたいな、なんか千正男と同じところにほくろあるな、あ、鼻くそやったかみたいなことになりますが、それは携帯によっては違うでしょう。だいぶ偏りますけど。鼻くそついてたらやっぱ変わるんですか。鼻くそがいや、ちゃんと変えなくていいんですよそこしっかり変えて、ちゃんとしてはんの、ちゃんとしてはんの。しかもこの、ね、こちらのお店えげつないんですよね。こう日本とのゆかり、はい、いろいろある言うてました、はい、ライカ、世界に名だたるライカが、はい、おっしゃ、ほんなら店出してええわ、他国で初めて店出た。お、ここです。あ、本国以外で。以外で？日本発じゃなくて。以上で。世界で。すごいね、それは。ライカは結構日本を見てくれてる。ほんまですね。確かに。おかげさまで15周年。言っても15年なんですか。まだそれぐらい。それぐらい。M1ギリやん。それまあまあまあそうですね。これライカで撮ったやつですか。なんかこれだけ撮った写真みたいなことですか。はい、やっぱモノクロを押していこうっていうことで、お二人のマスクもこうお前白黒にしてそれで白黒これでも今ちょうどこのお出ししたのをあらかっこいいの M のモノクロームで撮影した。大きくしてもだいたいピントが合ってるのがこの辺なんですけど、はいはいはい、このボケの美しさ、これやっぱりそのそれなりの腕のカメラマンが撮らないとって感じじゃないですか。誰が撮ってもこれで撮ればっていう、この描写力に関して言えばライカの機械を使えば誰でもいけるわけですよ、はい、このサイズに引き伸ばすということがどれだけすごいことかあんま分かってない。ほうほう、携帯で撮ったやつここまで引き伸ばしてみる、はい、あらあらで、ね、もうザラザラなんだよ、はい、でもこれ見てください、はい、小さい写真家のように細かに写っている、うん、確かに綺麗。これははっきり言ってむちゃむちゃ技術いるわけです、はい、で昔で言えばポスター撮影の時とかって、はい、行くよとか言ってこう上から見てる人いてましたけど、うんうん、あれって引き伸ばすようやからこっちじゃなくてこっちの方が引き伸ばしやすいからしてたんですよ。それをこのちいちゃちゃで、ちいちゃちゃでこのちいちゃちゃでここまでいけるというのがすごい。これフルサイズということですよね。しかもこの M シリーズだけじゃなくてこのライカ Q2 もお聞きしますところフルサイズと聞きました。よろしいでしょうか。はい、1700万です。まあこの辺引き伸ばすことないけどね、なかなかね。いや、なんかなあ、家に額装でもして飾ってたらええやろな。かっこいいですね、うん、小籔さんがいいなと思ってる方のお値段が本体
じゃあこれはもうつきついてる。なるほど、うん、レンジ交換、レンジ交換してる。ええー、これすごいな、うん、ちょっと持つんだけど持っていいですか。うん、初ですか、持つの。初。へえ。でもそんなん、なんやろ、まあ言うたら首から下げて歩かれへんな。でもあの昔、まあこれはあんまりいい話じゃないですけど、あのエアマックス狩りとかあったじゃないですか、はあはあ、スニーカー、はい、履いてんの3万、5万、10万やって、はあはあ、公園行ったらおじいさん首から50万以上のぶら下げて、はい、集まりどんどん。そうそうか。だからエアマックス狩りしてるやつアホちゃうかと思って何十万のついてんのかこのやつ歩いてんの、こっち買った方が早いやろって何エアマックス仮の勧めはやめましょうよいやだから何を取るわけ小籔は。これは結果家の中、家族でご飯食べに行った時。あ、家族を取んねや、はい、あ、それはええな、多分メインやと思います。ああ、ああ、あの言えば、まあ、大阪城行った、そこで写真撮る、それ僕あんまおすすめしてないです。え、屋内、はい、家の中とか実家と、まあ、諸見里とか、そうですね、タックル長い嘘普通に家族ご飯食べてて別にこっちも向いてないところ、部屋の隅っこからパッと撮るんですよ、はい、ほんならその時パッと見てもいつも見てる風景は何も思わないです、うん、ただ10年経った時、ああ、この息子が6歳の時この服よう着てたなとか、ああそうか、このお茶碗使ってたなとか、ああテレビの位置あそこやったのが全部記録されるんですよ。まあそれはカメラやから。いやカメラ、でもシンデレラ城の前はシンデレラ城の前を撮るでしょみんな、それは脳に記憶されてるんですよ。でもでちっちゃい時にお茶碗何使ってたか、お箸どんなやったか覚えてない、それは全部これ記録してくれるんですよ。これスライカ関係ない、うん、それがカメラ、カメラ自体はそうや。いや、それがもうド素人カメラ違うんですよ。カメラというのは光を切り取るものでありながら時間を切り取るものなんですよ、うん、カメラはね、カメラはな。でそれはね、なんか分かってたみたいなんやけど言葉にできへんかったじゃん、感じてなかったです。折りたたみ自転車の時みんなでもっとこうワイワイ楽しくやれてた。ああ、アホやからや。お前ら、え？お前ら3人がアホやから。アホ3人。これだから、この回の YouTube のその表紙サムネイルをこれで撮った画像にしましょうよ。それでなんか試し撮りでね、1個なんか。なんで撮ってくれないんだよ。シャッター押してください、一回でも。あんだけ折りたたみ自転車またがってたよ。全然。うまいね。オートフォーカスも、はい。あと、マクロが。ボンちゃんがやって買った時、もうめちゃめちゃ床にタイヤ痕してブレーキね、急ブレーキやるから。これはええで、まあ、料理の写真を撮りたい。はい。ね、でこういうカメラやったら、最短。撮影距離みたいなのありまんねん、はいはい、レンズによって、はいはい、これ以上近づいたらあかんみたいな。で、寄りたい、大きくしたい、その時マクロレンズ言ってね、はい、マクロ機能に変えるんですけど、はい、これここ根っこをマクロの方にグリッてしただけでめちゃめちゃ揺れる。花びら、おしべとめしべにピント合わせたいあなた一発です。え、引きもいけんねや。引きも、引きにしよう思ったらもうそれがかっ、うん、ここだけ。それを画像でもしてください。回すとこないから。ライカさん的にも見せてほしいと思うで、ね。それはもうライカホームページ行ってください。いやせっかくこのチャンネルで初めてライカに触れる人も多いから。ロケも許可してくれてはるわけですから。いやいや、別にそれライカをディスってないやん。じゃあ3人撮ってよな。はい。これね、見てください。わかんない。見てください、今この3人ぼやけてるんですよね。早っ、ピント合うのは今はそんなもんじゃん、まあ、結構そうですね、どのカメラもね、うん、iPhone とかでも iPhone と一緒にせんといてほしい。ちゃうから iPhone ちゃうのは分かるけど、今こうオートでピント合うのはあるんじゃないかな。デジカメラ、スピードと正確性なんですよ。なるほど最初の頃に出たデジタルカメラなんてね、オートフォーカスの性能、そしてスピード、ね、結構遅かったですよね。各社そうやったんでしょうけど、
迷ったりとか、ビー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 、これないんです、うん、今はライカだけですか、そういう機能は。他もあるんです、それは。だから、それを言うてんねん。カメラってそうな話やん、もうやっぱり見せてっていうな、うん、ほんでね、じゃあライカ以外もそうやんってなるやん。全然撮ってくれへんやん。じゃあ1枚だけ撮ってもらっていいですか、うん、ほんまに。いや、ちょっとそれはちょっとそんなんちゃうから、ライカは。いやいや、店員さんそんなんですよね。いろんな楽しみ方が。そうですよね。いや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 、いろんな楽しみ方が。いやいや、そんなんやって。なんかカメラマニアしかなんか受け付けませんみたいな風にね、なんか捉える人もいるかもしれないでしょ。いやいや、聞いてんの、なんでな。マクロがワンタッチ、防塵防滴、ホコリも雨も。カメラっていうのはお水、そしてホコリ、すごい弱いものでした。カビが一番の大敵だったんですよ、はい、それを雨降っても大丈夫っていうのはもうえげつないことです。しかもそれがライカがやっている、ありえないことなんですよね。いや、もう声を発することもなくなった。で、どうなんですか、買いなのか、うん、意外とそうでもないのか。いや、これは素晴らしい製品ですが、買うかどうか分かりません。嫁はんの了解を得てます。でもちょっとこれ、僕高い買い物するとき、はい、精神統一して、はい、自分の脳じゃない部分に聞きたいんですよ。はいはいはい、聞いてみてよ。あ、チャクラ。ほんまにチャクラに聞くの？俺はチャクラ開くことはもうできるんだ。今聞こうもだ聞ける。だけど俺が前に言ったチャクラを開けというふうなことを言って、まあ何ヶ月も経ってる。はいやて。チャクラを開く練習 してるはずや。このカメラ買った方がええかどうか、お前ここでチャクラ開いてカメラと自分自身問え。ここで真ん中に意識して、ここ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 全部目開いて、俺がこのカメラ買った方がいいかどうか、チャクラ開け。買った方がいいと思います。早いな早いな。あれ開きっぱなしかお前は。いや、いいやん、開いたやんて。開きっぱなしで歩いたら全部しんどなるぞお前。大事な時だけや。高い買い物する時か、バカラでなかなか張った時、どっちか2つだけやねん、チャクラ開いてる時は。まだや、下がれバカ誰が。お前、閉じ切っとるやないかお前。いや、あんたが言うたから。じゃあちょっと買った方がいいかどうか、はい、死んだ母親に聞いてもいいですか。はあ、はあ、あ、はい、うん、死んだ母親とちょっと会話したいと思います、うん、はあ、どう、ざっくりの YouTube っていうのやってて、うん、ライカ Q2 って、まあ、それはめっちゃいい、ね、そのコストパフォーマンスが高いというんじゃなくて、ただ単純に金額、実際に声出すんや、心で会話じゃなくて。え、ざっくり YouTube、そのジュニアさんっていう、うん、それと兄弟の、そう、弟の方、そう、うん、それとそのフットボーラーは、え、いや、フットボーラーはえ、ちょっと聞こえへん、うん、聞こえへん、ちょっとなんか、え、いや、じゃあもうズームのなんか変なボタン押してんじゃん、それズームで喋ってんの。ズームの変なボタン押してんの、それ心じゃないんだ。画面消えてる。心の中はもう会えばええやん。対面でええのよ、それは。いや、その変なボタン押してる。ミュート、ズームのミュート押してるわ、それ。今、真横におるでええやん。そもそもがリモートなんやから。思ったらええのよ。買います。あ、いや、もうそのつもりやったでしょ。買います。時間かけて買います。買うんですね。買います。どれ、すごい、これ Q2 コミのやつですね。へー、これってストラップ選べたりします。あと、なんかケースも結構あったりするんですけど、ちょっと見せてもらっていいですか。すいません。確かにええやろな、こんな。いやー、欲しなるわ。あれ、なるほど、買う、はい、あるで。いやいや、あるでってな。これは俺、今日だけで100使う。あるで、いや、欲しいんやったらあるで。いやいや、もう30何万も使ってきましたから。俺、こう Q2 も家族、あ、もうこれで、はい、ありがとうございます。トータルお値段、おいくらでしょう。はい、79万。79万。高い声出たな。高いもん。値段に比例すんねん。まあでもね、嫁はんの OK 出てますんで、すいません、ありがとうございます。
ライカさんの場合は、はい、手で磨いておりますレンズを。だからバッグのボケる具合、まあ、ボケ味、それがライカの場合はえげつなんですね。ただボケりゃえげつもない。だから iPhone の背景がボケるのとはわけが違います。じゃあもう分かる人が見たら、ああこれライカで撮ってんなって、はい、それは多分2枚並んだら、あ、なんかこっちの方がええなって。あ、じゃあ今度やりましょうよ、キキライカ。あ、やらせてください。わかります。その代わり全問正解した場合は、うん、このチャンネルで79万払ってくれよ。いやいや、割り合わんわ。一企画にそれ割り合わんわ。自分のもんやでな。チャンネル登録よろしくお願いします。ロケも許可してくれてはるわけですから、ライカさん的にも見せてほしいと思う、ね、それはもうライカホームページにしてください。